体のトップはチェコのベルネル。ランビエールがあえて選んだ茨道、3連覇への挑戦。得点差だけ見ればその光は遠くに霞んで見えます。しかしこの新しいプログラム、公式練習で見る限り名作の予感。追い込まれた王者ダンビエール、曲はフラメンコ。トリプルアクセル、昨日は失敗したジャンプ、今日は成功です。この後は逆転への秘策、4-3-2というコンビネーションジャンプを予定しています。4回転のトーループ、ダブルトーループ、ダブルトーループ。トリプルループ。までは素晴らしい出来。演技は後半に入ります。4回転、手をついてしまいました。トリプルルッツ、トリプルトーループ。トリプルサルコー、ダブルフリップ、トリプルトーループ。
王者の意地を見ました、王者の誇りを見ました。いやー、ガッツポーズ出ましたね。すごい。おー、このプログラムで滑りたかったからこそ、あえてダンビエールは東京にやってきました。すごい。いやー、正直もうちょっとやってもらいたかったですね。もはやフィギュアスケート、スポーツの枠を超えて、ストレートラインは芸術のその域まで達しているような、そうですね、そんな印象のこのステファン・ランビエール新プログラム。さあ、松岡さん、はい、いやー、今本当に生で見えたことをね、感激してます。もうなんですかね、4分半の中に一つの物語がきちっと完成されてるんですよね。ランビエール劇場ですよね。もうこの言い方は合ってるかどうかわかんないですけど、すごく艶っぽい、色っぽいね。なるほど。かっこいいもの見させてもらいました。今シーズンのヨーロッパ選手権を欠場、この世界フィギュアはやってこないかもしれない、そう言われたランビエールがショートもフリーもプログラムを新しくして東京に来た。そしてこのフラメンコはやはり名作です。さあ、本田さん、技術的な解説をお願いします。はい、そうですね、このトリプルアクセル、昨日転倒しましたが、今日は見事に決めてきました。そしてこの4回転、少しジャンプの後詰まってしまったんですが、ダブルトーループ、ダブルトーループのコンビネーション。いや、もう本当にチャンピオンになることよりもチャンピオンとして戦うことの厳しさをよく分かっている選手だけに、モチベーションが上がらない中、よくここまで戦いの舞台に戻ってきてくれましたね。そんなこの舞台に立っていること自体に私は拍手を送りたいですね。